大浦一世は、インダストリアルデザイナー、プロダクトデザイナー、デザインプロデューサー。大阪府出身。26歳の時に、金属彫刻、表現家として、独立、金属モニュメント、金属オブジェ作品から、プロダクトデザイン、空間デザイン、UX デザイン、ブランドプロデュースなどを手掛ける。2002年からは、インダストリアルデザインに関わり、 グッドデザイン賞などを多数受賞。また、デザインに伴った特許権、衣装権、商標権を多数個人取得している。2007年にはオリジナルアイウェアブランドを立ち上げ、2014年にはヘッドマウントディスプレイをデビューさせる。また、2014年からは臨床現場のニーズをもとにした健康、医療関連のデザインを手掛け、 メディカルアイウェアブランド等を立ち上げ、事業化している。2016年からは、医療機器開発支援、移行連携プロデュース、移行連携支援人材育成、オープンイノベーションなど、健康、医療に関わり、2018年には特別非営利、活動法人守るを守るを立ち上げ、社会的な活動に尽力している。ありがとうございます。